せーの、はい、はい、あの紹介遅れましたけども、こんにちは。皆様ご存知のエミリーチャンネルのエミリーさんです。どっちがエミリーか分かんないですよ。それでいくとどこ目指してるんですか。はい、はい、エミリーさんです。申します。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、エミリーさんからリクエストをいただいてたラフォンセラメイクをエミリーさんにやっていきたいと思います。そうですよ、私の長年の夢だったので、やっぱラプンツェルになりたいっていう女の子だったら誰でもが思ってる夢を今日叶えさせていただくということで、はい、楽しみにしております。ちなみに今日服合わせてきてないんですけど、シルエットが似てますよね。じゃあ早速ね、あのラプンツェルメイクやっていきます。はい、いきましょう。私本当にイベントでね、髪切ったんですよ。全然髪の毛ないんですよ。ないですか。ミトのちゅうちゃんより行きましたよ、ね、すごい行ってる。もうこれそうなんですよね。なんかゲームに負けたら前髪を切るっていうすごいクレイジーな企画をやって、はいはい、負けたんですよ。今まで人生で切ったことないです。そこまで短いの。勝負します。お邪魔します。はい、お邪魔します。てか、あの私あれなんですよ、はい、さっきちょっと柚子胡椒のチキン食べてきたんで、もしかしたら臭いかもしれない。何の話です。全然思わないです。大丈夫かな。柚子胡椒は大丈夫ですよ。お邪魔しまーす。お邪魔してください。お邪魔します。お邪魔しますって何なんですか。エミリーさんは毛が結構ロングな方なんですね。そうですね、あんまり処理してない系の、割と放置しております。毛はちゃんとあるけどふわっとしてるんで、すっごい素敵な眉。あー嬉しい。アートですもんね。先生今めっちゃ集中してました。これが例の小声になるんですよ、集中するみたいになっちゃうんで、あの集中モードの時も集中しますって言ってもらえたらもう黙ります。じゃあちょっと集中します。はい。おいくつですか。私26です。今年26です。あ、じゃあ一つ上で私25です。もう姉さんって思ってました。いや衝撃の事実。マリリンさんって感じじゃないですか。いやいや、おはようって言えないでしょ。え、言ってください。なんかすごい、なんかエミリーさんもっとグッてくるんかな思ったら結構控えめやったから、私がついていいんかなとか。ビビってたんですよ。すごい方来るから今日。いや、そんなことないです、そんなことないです。もうなんかあのむしろいじってほしいぐらいです。え、本当ですか。うん、いじってほしいです。私いじられるの大好きなんで。まず関西人ですもんね。そう、だからいじってほしくて。すごい、いいギャップですね。エミリーさんって本当の面白さで話術があるから、それすごいなって。すごいなんか平和ですね、お互い褒め合って、うん、なんか気分いいですね。ハートフルだね。ハートフル。ハートフル。ハートフル。平和。ハートフルですね。平和です。平和です。私たち、あ、今集中モード入りました。はい。って言われたら喋りたくなっちゃう。喋ってください。それもあれですから、あの喋ってっていうアイスです。ラプンツェル、髪の毛下ろして。ラプンツェル、髪の毛下ろして。眉マスカラ初めてつけます。眉マスカラ初めてなんですか。眉マスカラめっちゃ本当にいいですよ。いや、そう、つけてみたいなと思いながら26年経ちましたね。だいぶ経ちました。私ぐらいいきます。これぐらいいってもいいですか。いってほしいです。でも結構濃いんですよ今日。もうエミリーを極力なくして。あ、わかりました。エミンツェルになりたいので。エミラプンツェルになりたいので。はい。こう見るとラプンツェルって結構薄化粧なんですね。そうなんですよ。どう見せるか今考えてます。エミリーさんとのクリスマスコフレとか買います。いや、私ちょうど今日の朝見てて。あ、そうなんですか。ちょっと買ったことないから、一回買ってみたいっていう女の子願望が今あって。私もでもいつ買ったっけ。デパコスという存在を買ったことなくって、超意外です。21歳の時に初めてマックに手出しました。手出しました。なんかエイリンさんといたら笑っちゃっておなら出そう。なんか笑ったらおなら出ません。出ないんです。え、嘘。なんか全然普通に出ちゃいません。おならの話ですか。
笑ったらおならが出ないってことすごいあの推奨されて仲間を作りたいだけど、ああなるほどなるほど。本当綺麗な目の形してるんでめちゃくちゃメイクするの楽しい。ありがとうございます。お母さんの怒り方みたいなやってたじゃないですか。はいはいはい、共感でしかなかったんですけど私メイタイプなんですけど、ねえねえ似合ってんの今はねえねえああいうとこってどうやって特徴を掴んでるんですか。街中観察が一番やります。ああやっぱそうなんや。なんか芸人時代の時のなんか教えですね。私家で一人でやってるんでなんかその特徴来ないか時怖いんですよね確かに結構声張ってますもん。そうなんですよね。なんかあったんかな思われますね。そうですね、本当に多分精神やられてる肩が包まれてるのかなって思われてると思いますであれてかイエーイって言ってるんでじゃあはい、すいません、チューするぐらいの勢いで、はい、かわいいですい唇セクシーですよね。ありがとうございます。まつげ長、お邪魔します。あ、入りたくないですか。大丈夫です。めっちゃまつげ長い。でも開けていただいて、いや、ほんと綺麗な目ほんと綺麗な目そんな急に褒めてもらいたい、いや唐突に本当に綺麗な目してます。ツヤツヤっていうか、ハリがあるっていうんですかね。毛穴とか全然ないですね。お邪魔します。はいあ、新しい部位に入るとお邪魔しますって言ってくださるんですね。そうなんです、お邪魔します。あ、目で濡れたりすると思うんです。ちょっと結構多めにパウダー塗っときます。あ、ありがとうございます。エフリさんですかって言われたらどうします。ただラプンツェルです。いや、違います。はい、誰って言います。あなた誰誰ちょっと小鼻丸くします。はい、失礼します。あなたが私をラプンツェルにしてくれたの？そうよ。嬉しい。どこから舐めてもラプンツェルじゃない。そうよ、あなたはラプンツェルよ。エミリンという名を忘れて、はい、ラプンツェル。イエス、ラプンツェル。イエス、ラプンツェル。今のピーやな。今のピーや。ラプンツェルこんな笑い方したらですもんね。そうですね、はい。ラプンツェルは…ごめんなさい、ちょっとこの部屋ゴミ気になるよ。いや、もうなんか絶対にいらないわ。いらないわ。必要ないわ。イエス、ラプンツェル。イエス、ラプンツェル。ということで、はい、ありがとうございました。嬉しい。ラプンツェルじゃん、これ。めっちゃ可愛いと思って。ありがとうございます。本当、いい感じ。本当にすごい、細部までね。私、そばかすとかまでこんな綺麗にしてくださるってすごい。そばかすしちゃいました。嬉しい。ありがとうございました。楽しんで行ってきてください。はい、今から行ってきます。はい、ラプンツェルはその続き の動画はエミリーさんのチャンネルをチェックしてください。ありがとうございます。はい、面白くなってるんでぜひ。ありがとうございます。ということで今回はエミリーエミリーさんをラプ本気で。はい、しっかりしてちょうだい。ごめんなさい。はい、ということで今回はエミリーさんを本気でラプンツェルにしてみました。ぜひですね、皆さんグッドボタンとそれからエミリーさんのチャンネルもぜひ見てください。ありがとうそれではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。